バッテン、ティアコネです。ティアコネ、風邪ひきました。咳止め薬みたいのもらってきました。まあ、それは、序の口の序の口っていうことで、今日紹介したいのは、これです。たれーん。ライトリング、リングライトみたいな感じので、なんか夜でも撮影するときにちょっといいかなと思って買ってきました。熱も7度7分で、ちょっと、頭が回らないところもあるんですけど、頑張ってレビューしていきたいと思います。LED 自撮りライト。こんな感じです。で、なんかここに挟んだら、できるみたいな感じのだと思います。あ、すごい。待って、点滅はいらねえな。3段階あって、弱、中、強であって、長押しだと点滅して、3段階調光となります。マイクロ USB で充電できて、スマートフォン、タブレット端末に対応。LED 36個で明るい。最大有効グリップ幅 1.5 センチ。あ、すごい。2、3って明るくなって、長押しすると点滅するってことですね。わかりました。で、1段階でまず挟んでみたいと思います。え、どうやって挟むの？あ、1段階です、まずこれ。まずこれ1段階のライトです。で、2段階にしてみます。2段階だとこうです。こうやってするとね、結構、近づくと結構、ライトって感じがすると思うんですけど。あ、でも目がね、目がほらかわいい。リングライトになっててかわいい。はい、3段階にしてみます。3段階。あ、3段階。え、3段階でもそんな変わんなくね？え、ちょっと外してみますね。あー、そんな変わんないね。で、長押ししたら点滅っていうことで。点滅してるのわかりますか？わかりますか？300円ショップなのに500円かかったっていう商品です。暗いところだとどうなるんでしょう。クローゼットの中に入ります。待って。はい、じゃあ、1段階。つけますね。待って、つけるところもわかんない。はい、1段階です。うわ、あ、でも結構、暗闇の中でも結構わかりやすいかも。はい、じゃあ2段階。あ、結構明るくなりました。あ、暗闇のところだと結構わかりますね。はい、じゃあ3段階。お、結構明るい。あ、これでじゃあ、あ、じゃあ普通に日常生活でお昼に撮るんじゃなくて、普通に暗闇の中で撮った方がいいってことですね。そんな眩しくもないので直視もできる感じです。点滅。あ、点滅はやばい。おかしくなる目が。あ、こんな感じで、痛い。足挟んだ。500円でこのクオリティいいんじゃないでしょうか。はい。で、USB で充電もできるんでね。YouTuber には最適だと思います。はい。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。ティアカネでした。バイバーイ。